皆さんこんにちは、北大輔です。今回は、今年2012年モデルの、ティムコのイチオシルアを紹介したいなと思います。で、まあ今年はね、ティムコからすごいたくさんルアーやロッド、イチオシ製品がすごい多く出るんですけども、その中でも、まあ僕プロデュースなんですけども、これはもう僕が一番こだわったルアー、まあこういう形してて今までにないようなルアーなんですけども、まあ名前はスクリューブローって言います。で、一見ね、チャターベイトとかなんかスピナーベイトをもじってるようなっていう感覚に捉えるかもしれないんですけども、全く違うもので、まあステルスペッパーと同じようなコンセプト、見た目は全く違いますけど同じようなコンセプトで開発に至りました。で、こいつの特徴というか肝っていうのは、ステルスペッパーと同じで回転 IGK って僕は言ってたんですけども、前後のステルスの場合は前後のプロペラでボディを制御してまっすぐ泳がして食わす、まっすぐ泳いでるにもかかわらず水がすごい動き回ってぼかして食わすっていうコンセプトだったんですけど、これも全く同じで、これはフロントのこのオリジナルブレード、すごい分かる、インラインブレードって言ったらいいんでしょうかね、真ん中に穴が開いてて、これがくる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 こう回るだけです。で、まあこれはね、こうブレードがついてるんで着心地はすごいプルプルきます。釣りしてる感がすごいあると思うんで、ずっと続けれると思うんですけども、当然ブルブルくるっていうことはそれだけ振動を起こしてワイヤーを揺すってます。そのワイヤーを揺すってる動きで、今これトレーラーにマルチスティック 4.5、 このトレーラーは絶対つけてもらった方がいいんですが、振ることによってこの尻尾がすごい小刻みに動いて、ここでもまた細かい水流をたくさん発生させて、まあ、ステルスの後ろのペラと同じ意味ですね。なので前のペラと後ろの、まあ、この尻尾、ステルスと形状は全く違いますけども、コンセプトとしてはこれもまっすぐで見破られない、近くまで行っても見破られないので、最後の最後に魚が確認するためにパクっとくイコール釣れるっていうルアーになってます。なのでコンセプトは回転 IGK、 もう早く巻いてもまっすぐ、直進性すごい高いルアーなので、まあ皆さんね、すごい簡単に使えると思います。こっちの方がもう投げて、ま、本当に投げて巻くだけでたくさん釣れますので、こちらが発売になります。ぜひ春から春、そうですね、プリスポーンの時期から12月ぐらい、冬でもまだ釣れます。はい、ですのでぜひぜひ試してください。